車両人吉周遊バスは参考バスが運行している熊本県人吉市内のバス路線。愛称はジュグリッド号。2009年4月25日より運行開始。2012年11月25日の運行をもって終了したが、2013年3月16日より運行再開した。SL の運行開始に合わせ、市内観光ができるバスとして、 補助金なしの自主運行を行っていたが、採算が取れず、2012年11月25日の運行をもって終了することとなった。和歌山県海南市で観光循環バスとして使われていた2003年式の26人乗りのボンネットバス風マイクロバスを参考バスが購入し、改造した車両が使われた。ちょっと渋めの外観は、 SL 人吉の車体色に合わせた濃紺の車体色に、人吉熊を代表する熊川と人吉上司をイメージしてデザインされたイラストが描かれていた。内装も SL 人吉と同じように、対象ロマンを感じさせるデザインになっていて、レトロ感を出すために座席には木が使われている。2012年11月26日から2013年3月15日までは、人吉参考。 人吉インター間を結ぶ一般路線に使われていた。なお、専用車は2020年7月4日、令和2年7月豪雨の影響で、人吉営業所にて冠水被災しており、廃車された模様である。ありがとうございます。